S3 サベージ2000サベージはアメリカのグラフィックチップ設計製造メーカー S3 社が販売していたグラフィックチップの製品及びそのシリーズである。最初の製品であるサベージ 3D は1998年に発表され、その後サベージシリーズはデスクトップ向けモバイル向け統合グラフィックなど多様な用途で提供された。サベージシリーズは2008年現在すでに製造が 終了しており、後継製品は、クロームシリーズである。サベージという名称は、万有、同盟を意味する、英単語。サベージシリーズは、S3 社が、かつてリリースしていた、ビデオチップのシリーズである。主に、ローエンドから、ミドルレンジをターゲットとしていたほか、モバイル向けや、チップセット統合グラフィックスコアとしても、広く、採用された。機能面では MC による、 動画再生支援機能を搭載しており、低負荷での DVD ビデオ再生が可能であった。また独自 API であるメトルやテクスチャー縮技術、S3TC のサポートも特徴としていた。1996年にバージシリーズを投入した S3 社は 3D アクセラレータ市場で他社を先行し一時は大きなシェアを獲得したが、その後は競合他社との競争でシェアが 大幅に縮小した。S3 社は 2D 以上 3D 未満を意味する 2.5D や 3D をもじった 3D と揶揄されるまでに低性能のイメージが定着していたバージからのイメージ刷新を目指し1998年に 3D 機能を大幅に強化したバージ GX3 にバージに代わる新ブランドを冠したサベージ 3D として発表した。 サベージ 3D は成功を収めることはできなかったが、後続のサベージ4及びモバイル向けのモバイルサベージは高く評価され、シェアを拡大することに成功した。しかしミドル廃市場を狙って投入したサベージ2000が期待通りの性能が出ずに失敗に終わり、さらにビデオカードの平均性能の向上とローエンド向け、グラフィック機能統合チップセットの普及によりシェアは縮小し、 S3 の財務状況も急速に悪化。S3 はグラフィックス部門を台湾ビアテクノロジーズに売却、ほどなくして倒産した。ビアに売却された S3 のグラフィック部門を母体とする S3 グラフィックスはチップセット統合型のプロサバッチの開発を続け、2002年のコンプやテックス台北では新製品であるサバジックスプの展示も行われたが発売されることはなかった。 その後、S3 グラフィックスは製品ブランドを Chrome シリーズに改め、プロサバッチの後継製品もユニクロムと命名し、サベージシリーズは完全に終了した。サベージ 3D はサベージシリーズのネーミングモデルとして1998年に発表されたグラフィックチップバージ GX3 をベースとしており、トリオ 3D とピン互完成がある。 1 2 8ビット、グラフィックコアと6 4ビットのメモリバスを持ち、メモリは、スタラムを 8MB までサポートする。インターフェースは、AGP2X、または PCI。機能的な特徴としては、S3TC と称するテクスチャ圧縮,縮技術を採用したことであり、これにより、小容量のメモリ、狭い帯域のメモリバスでも高解像度のテクスチャを、 扱うことが可能になる。このテクスチャ圧縮技術は、マイクロソフトのダークテックスにも DXTN として採用された。その他、S3 社の独自 API であるメトルに対応し、MC による動画再生支援機能を搭載している。主な使用サベージ4にエクストリム採用製品サベージ4はサベージ 3D をベースとして開発され、1999年に発表された。 グラフィックチップ0.25マイクロメートルプロセスルールで製造される。基本的な仕様はサベージ 3D を引き継いでいるがメモリ容量は32メガバイトまでサポートし AGP4X に対応するよう拡張されている。また LCD コントローラを統合しスックスが解像度までの液晶画面出力に対応するが外部トランスミッターを必要とする。 最上位のエクストリームから最下位の LT まで数多くのマイナーチェンジモデルが存在し、モデルによりコアメモリのクロック、サポートするメモリ容量やインターフェースなどが異なる。サベージ4はメインストリーム向けグラフィックチップとして数多くのビデオカードベンダーに採用され、以降の S3 社製品の基本モデルとなった。主な主要サベージ2000採用製品サベージ2000は サベージ4の上位製品として、1999年に発表されたグラフィックチップ。0.18マイクロメートルプロセスルールで製造され、約1100万プランジスタで構成される。サベージ 3D の設計を引き継いだサベージ4と比較して大幅に設計が刷新されており、128ビットのグラフィックコアと128ビットのメモリバスを持ち、メモリは スタラムを 64MB までサポートする。インターフェースは AGP4X または PCI。主な機能はサベージ4を引き継いでいるが G-Horse256 のハードウェア T&L に相当する S サントルコリラと称するジオメトリエンジンを搭載し動画再生支援もサベージ4より強化されている。しかしサベージ2 0 0 0は 当時の旧製品にすら及ばぬ性能に加え、相性問題も頻発した。このため市場での評価は極めて低く、上位モデルとして計画されていたサベージ2000もキャンセルとなった。この後、S3 社は市場から撤退し、サベージ2000は S3 社にとって最後のグラフィックチップとなった。 主な使用サベージ2000の S サントルコリラ GForce256 の搭載したハードウェア T&L は従来はソフトウェア処理していた座標変換処理及び光源処理をグラフィックチップが行うことでシステムの 3D 性能を大幅に向上させた。しかしサベージ2000の S サントルコリラは当時のローエンド CPU システムでもソフトウェア処理させた方が S サントルコリラを使用するより高速な場合が多く、また描画の不具合も多かった。これはエンジン部にバグがあったためとも言われるが、詳細は不明である。なお、サベージ2000はダークテックス7に対応したハードウェア T&L エンジンを搭載する GPU としては GForce256 に続く2番目の製品となる。サバジックスプは S サングラフィックスが発売を。 予定していた GPU。開発コードネームはアルファクローム。サンプル製品の展示まで行われていたが、正式な発表の前にキャンセルとなった。サバジックス採用製品モバイルサベージは1999年に発表されたモバイル向けグラフィックチップのシリーズ。メモリをパッケージ内に統合したサベージ9と外付けメモリを利用するサベージ MX が存在する。 サベージ4をベースとしているが、0.18マイクロメートルプロセスルールで製造される。ベレムとして64ビットメモリーバスで接続される4.816メガバイトのメモリをサポートし、サベージ9ではこれをパッケージ内に統合していることが特徴である。インターフェースは、AGP2X または PCI。DIV と称される、マルチディスプレイに対応する。 アイドル時 0.75W、フル 3D 処理時でも 1.5W 以下という、省電力なモバイル製品でありながらダイレクト、3D に対応しているため、各社のノートパソコンに採用された。また、2002年にはメモリ 8MB モデルの、サベージ9を搭載した、AGP2X よび PCI のビデオカードが登場した。主な使用スーパーサベージは、 モバイルサベージの後継製品として2001年に発表されたモバイル向けグラフィックチップのシリーズ。モバイルサベージ同様にメモリをパッケージ内に統合したスパーサバッチ9と外付けメモリを利用するスパーサバッチ MX が存在する。コアとメモリのクロックが引き上げられているほか AGP4X に対応し画面出力も X がまでの対応となっている。 メモリインターフェースが大幅に強化され、128ビット接続のスタラム、または64ビット接続の DDR スタラムに対応する。主な使用プロサバッジ DDR を統合する PN266T プロサバッジは、サベージ2000の 2D エンジン、サベージ4の 3D エンジンをベースとして開発された統合チップセット向きグラフィックコア。 ビアテクノロジーズの三キロ1 3 3ル百1 3 3などに搭載された。PM133 に搭載されているツイスターも基本的に同じものであり、デスクトップ PC 市場以外でもビア C3 プロセッサと組み合わせて組み込み用途で広く使用された。プロサバッチ DDR はプロサバッチをベースに DDR スタラムに対応し、性能向上を行ったグラフィックコア。 内部的に AGP-8X 相当で接続されており、初期にはサベージ8とも称された。KEM333、PN266 などに搭載された。ありがとうございます。